じゃじゃーん。48年式と49年式がここは深いっていう、マジマジ確認しとけばよかった。これ見てください。これはい、おやした、私は広島県三原市の三平商事の大さんです。今日もよろしくお願いします。今日もというか続きの、リーディングを外す動画、なかなか前に進みませんが、今日は必ずリーディングを外すところまで行きたいと思います。なかなか仕事の合間を縫ってやってるので一気にグッと進まないんで、なんかこうモヤモヤしてるんですが、今日は、リーディング外すところまでは行ってみたいと思いますので、どうなることやらということでやってみたいと思います。はい、今動かします。マニホールドが落ちてきました。まあ予想通りといえば予想通りですが、もうパッキンも多分状態悪いんで、このパッキンは交換ですね。マニホールドこんな感じですね。ピント合ってるかな。はい、ということで、よっ、シリンダーが外れました。おー、こんな感じなんだ。よいしょ。ヘッドの中身はこんな感じです。カーボン結構ついてますね。この状態を見てこれがいいのか悪いのかわかんないですが、今回はまあオーバーホールしないということなので、ことなのでっていうか自分でそう決めているので、本当にDリングを外すだけの作業に集中したいと思いますが、ちょっと中を見てみましょう。よいしょ、重たいな。ヘッドカバーの前にこれがDリング。へえ、これはアルミなんですね。軽いな。Dリング、そしてヘッドカバー見て、ヘッドカバー、じゃじゃーん。うわー、中はなんかこう綺麗ですね。こんななんですね。ここをまあ分かるとしたら、ここをプッシュロッドでこう押したり引いたりして、この吸気と排気のバルブが動くっていうのは分かります。へえ、こんな感じなんだ。はい、それではですね、ちょっと作業する前に一つ気になってることがありまして、それをちょっと測っておきたいんですが、それ何かと言いますと、この、パンヘッドの、シリンダーヘッドカバーって48年式と49年式がここは深いっていう文章を読んだことがあるんです。なので最近私の友人が48年式のパンヘッド乗り始めて、もう見るからにここの厚みが深い感じがするので、何ミリ違うのかっていうのをちょっと測りたいと思うんで、ちょっとこれ計測しておこうと思います。でなおかつこれ分かりますかね、このシリンダーヘッドカバーの3段階段がついてまして、こっちの R がかかった方 の方がこうだんだんこう高くなってますね。ちょっと測ってみようと思います。どうやって測ったらいいんだろうな。この 1,2,3 段階の一番高いところに定規を当てて、で鍋の底から
鍋蓋の底から64.2、こっちの一番薄い方56.7。どうなんだろう。でももう見るからに48年式のパンヘッドはこの蓋の高さが高いように感じますね。はい、マジ確認しとけばよかった。これ見てください、これミス通らんし、なんだこれ。これネジとか、ちょっとタイム、いやこのネジここ合わんじゃん。ダメじゃん、ダメじゃん。ちょっとタイムこれ。はい、それでは、フロントのシリンダーが、シリンダーちょっと思いもよらぬところで、作業は進まなくなったので、もうこのついでにもうリアを、シリンダーヘッドを外したいと思います。もう鼻からラストブリザードでいきたいと思います。リア側のボルト1本目、はい、2本目、3本目、はい、4本目、はい、5本目、リア側のボルト全部取れました。よいしょ、うん、はい、今後の予定なんですが、今回、シリンダーヘッドのヘッドまで、取りましたが、今度ここから、組み直す、リーリングを外して組み直すようになるんですが、この、ボルトとですね、このヘッドカバーの穴の径が違ったのと、シリンダーヘッドのネジ、ボルトのネジの大きさが、これと違いましたので、ちょっとこの辺はさっちゃんにちょっと聞いてみたいと、いつもお世話になってるショップにちょっと聞いてみたいと思います。その時に、組む前に、ボルト、シリンダーヘッドを止めてるボルトをオスメスとも、もう一回ちゃんとタップを立てといた方がいいよっていうことだったので、その作業も一緒に、それはショップにちょっとお邪魔してさせていただこうかなと思ってます。でもこのボルト、違うボルトで合うのかなと思ったり、この辺今ちょっと問い合わせてるので、なんか解決策はあると思います。はい、ということで次回は、ショップにお邪魔してタップとか道具ちょっと借りて、作業を進めたいと思いますので、今日は、シリンダーヘッドを取っただけまたコメントで
ボルト12本外しただけ動画とかって書かれるかもしれないですけど、まあ別に私プロじゃないんで、こう趣味でやってるので、まあそれはそれでいいかなと思ってますので、視聴者の方、温かい目で見守っていただければと思います。はい、で本当に興味ある方は自分でもチャレンジしてみられると結構面白いですまあしんどいんですけど、今回もリア側の5本のボルトを外すのはフロント側よりも結構楽でした。よく考えてみたら、やっぱりあ、もう外れないもんだって思ってやるのと、外れるのかな外れるのかなと思いながらやるのじゃやっぱり感じ方が違うんかなと思いました。それと、ラストブリザードにもないかな、あれはやっぱすごいいいですね。なんか安心感があります。絶対緩むぞっていう、これも気持ち的なもんなのかもしれないですけど、なんか安心感があってちゃんとこう力を入れれる感じがしたので、こういう作業をされる方はぜひラストブリザード試してみてください、責任は取れませんけど、はい。ということで、今日はここまでとなります、ね、引っ張ってるわけじゃないんですよ。進まないだけでもしょうがないので、はい。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、やっと交差で、シリンダーヘッドが外れて D リングを外してましたが、ボルトの径が合わないという新たな問題に直面してしまいました。まあ、ちょっといつもお世話になっている佐藤マリンサイクルさんにも今相談をしているので、なんかやっぱ解決策あると思いますし、今度ボルトのタップを切りに行ったりするときにまたじっくり教えてもらおうと思ってますので、また次回の動画も期待してください。はい、それではまたの動画でお会いしましょう。バイバイ。走れ走れ走れ、夏尽きるその時まで。